神戸市で開催中の世界パラ陸上競技選手権大会で20日、体幹に異常が生じる難病を患う帰国、鬼谷慶子選手29、関東パラ陸上競技協会が女子円盤投げ F53 で銀メダルを獲得した。競技歴は2年と短いが、重い障害を持つ自分でもできるスポーツがあると伝えたいと、夫や家族の支援を受けて挑戦。 パリパラリンピック代表の座を確実にし、自分が競技をすることで、誰かの背中を押せたら嬉しいと話した。松本新平。写真、5度目のパラ出場を目指す76歳、バタフライマダム。この日、電動車椅子で登場した帰国選手は、夫の健太さん、3 2に抱きかかえられて投てき台へ。ベルトで体を固定してもらい、 二投目で自己ベストを3メートル余り超える14メートル49をマークした。練習でも大会でも常に健太さんの介助を受けてきた帰国選手は競技後、そばにいてくれて心強かった。在の投擲は誰かの協力があってこそで、感謝しかありませんと語り、健太さんは頑張ったねと照れくさそうに祝福した。高知市出身の帰国選手は、中学から陸上の投擲競技に取り組み、 高校ではハンマー投げで国体に出場。東京歯科大で歯科医を目指しながら競技も続けたが、20歳だった2015年6月、突然砂手足に力が入らなくなった。歩くのに杖が必要で、一時休学した。18年に悪化し、脳幹部に炎症が起きる難病だと判明した。普通の椅子に座ることができなくなり、再び休学。翌年、 実家に戻って車椅子で生活した。司会を諦めて簿記の勉強もしたが答えが出ず悩んだ。天気はパラスポーツとの出会いだった。リハビリ先の勧めでボッチャを体験し、両親の送迎でパラアーチェリーに挑戦。高知市出身で東京パラ車椅子ラグビー堂の池雪信。雪信、選手、43、に、どんどん外に出て体を動かしたらいいと励まされた。 池選手のようになりたい、重い障害でもできる競技を探して行き着いたのが、高校時代に経験していた円盤投げだった。専用投擲台を使えば、重さ1キロの円盤を投げることができると知り、22年夏、円盤投げで初めて大会に出た。